お疲れちゃんです。ラットです。ということで今回もねクラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はねこちらのメガナイトのロイジェデッキを使っていきたいなと思います。はい。でまあ見てねちょっと思った方がも多いと思うんですけど、まあすごい尖ってますね。これまた6657のあとは他4枚が高回転のカードっていうので結構ね尖ったデッキにはなるんですけど、こちらですね、今まあ7番っていうねよく動画でも言ってるかもしれないんですけど、まあ尖ったデッキを使うプレイヤーがちょっと今はどこにいるか分かんないんですけど、このデッキでねまあ7日ぐらいまで行ってましたし、まああとはグラチャでね12勝にもちらほら出てきたかなっていうので、まあファルチがね下放されるって決まりましたけども、まあ今シーズン終わるまではファルチがまだ強いっていうのでね、ちょっと最後はねファルチェ触れときたいなっていうのもあり、今日はねこれを使っていきたいなと思います。はい。で今までね高回転ロイジャイのファルチェ入りっていうのが、まあ、言ったらありましたね。このメガナイトの枠が結構ナイトだったりで、あとはまあバルキリーであったりで、まあ、このロケットのスペルもねポイズンだったりいろいろ、まあ、前にもあった方なんですけど、その盾がね大きくなっちゃったって感じですね、メガナイトに。はい。でまあそうなったことによってまあメリットとしては相手からしたらナイトとかバルキリーだと思ってますので、ケツファルチをした瞬間の逆サイにめちゃくちゃ攻めてきたのを、まあ、ホグプラスギャングとか来たのを一気にこう踏んでねカウンター持っていったりとか、そういうことがね、可能になります。あとは単純にメガナイトプラスファルチの形が、より強くなりましたので、よいしょ、相手からしたらそれを止めるのにね一苦労っていうのもまあ、また一つあるかなと思います。うわ、これね、アド取られるんですけど、この、ディガープラスコウモリの5コストに対して、今5プラストルネードで8コスト割いて、アド取られたんですけど、ここでね、近軌道できるのはやっぱでかいと思いますので、よいしょ、近軌道していけます。これ、同サイドにウォルブレイが来たら踏んじゃいたいですね。これはスケでいけますね。これ、完封だなと思います。これ、ウッドで。これ、マジアちゃん。ISP がまあ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 って感じで、相手は高回転のウォールブレイカーデッキですので、まあディガー戦術ですね。ですですです。はい。ですので、ディガーのね、ダメージだけしっかり抑えていければ、こっちがね、有利に持っていけるのではないでしょうか。ですので、まあ、今みたいに毎回ね、ディガーを抑えていきたい。で、ここはすごいむずいですね。これロケット撃ちます。これはね。まあ、後ろマジアチャー、マジアチがね、このデッキ結構厄介。まあ、ファルチで、直接殴るか、メガナイトで上から踏んじゃうと、まあいいんですけど、読み打ったとかワンチャンされると思ったんですけど、あ、やばい、待って、スケの殴りが、あはー、運が悪いよ、これは。今のはちょっと話が違いますね。はい。まあ、キング起動してますので、今相手ディガーの位置ミスってましたけども、大体ね、ディガーがあそこに来るかなと思います。ということで、これはコウモリ厄介ですので、まあ、バルキリーで受けられるんですけども、よいしょ。処理していきます。で、ここ、まあ、ディガープラスウォールブレイカー来るかな？どうだろう？まあ、ファルチ出したら、このファルチに対してね、マジアチャーが来ると思いますので、そこしっかり警戒していきたいなと思います。ISP、ドスケでしっかり防衛して、このダメージですね、ここさえ抑えていけば、もうこっちはね、ロケットあって、相手はスペルがウッドしかありませんので、もうロケット削りで勝っちゃうみたいなところありますからね。ここ相手が、毎回単体系ならすごい美味しいですね。やば。え？相手攻めすぎじゃない？まあ、ボムタワーでね、防衛されるんですけども。はい。ですので、僕からしたら、これもしかしたら、ロケット削り説ありますね。よいしょ。まあ、ここは、ボムタワーを抑えた後で、ちょっときついと思いますので、ロイジェイで攻めるけど、ボムタワーがギリ回りますね。OK。でもここは相手がね、今この僕のロイジェに対してバルキリーも使いましたし、ボムタワーも使ったっていうので、結構コストをね、過剰に使ったと思います。よいしょ。ここのマジアチャが痛いですね。でもここは逆にね、カウンターになるんじゃないでしょうか？よいしょ。これトルネを使うかどうかすごい悩むんですけど、いらないですね。もうワンチャンボムタワーにロケット打ちちゃいぐらい。まあまあまあ、落ち着いて。落ち着いて。一発？よいしょ。おい、これロケットウッドで終わりますね。といった感じで、まあ、これは正直ロケットで削っただけなんですけども、まあ相手が削りスペルない場合は、最後の最後にね、タイブレイカルールもありますので、削り対決では勝てれるのではないかなと思います。まあこのデッキが、まあマジアチャがね、若干だるい
部分ではありますので、マジアチャーが来るっていうのを常に警戒して、まあ、ファルチを構えておくだとか、逆にマジアチャー来るなって思ったら、そのユニットを出す位置をね、ちょっとマジアチャー受ける位置に出すとかっていうのを、まあ、意識しとくだけでね、勝率はすごい上がるのではないでしょうかと思います。はい。っていう感じかな。まあ、さっきクロスとかにも動画外で当たったんですけど、余裕でしたね。テスラクロスだったかな。今2回ぐらいやって2回とも勝ってるんですけど、しかも結構いる。しかもまあそれもロケット打ってクロス相手が攻めてきたらロイジャイで受けて防衛してって感じのことをずっとしてましたね。ロイジャイでこう攻めたいんですけど、結構ねロイジャイで攻めたいんですけどダメージがやっぱ通んないんですよね、クロスとかも。なんでロイジャイをあえて防衛に使ってロケットで削っていくみたいなのもね、できますという感じで、はい、マッチングやってきましたね。 IMT だ、 IMT はイモータルっていう、まあ、プロチームの名前なんですけど、アイサイクルゴッド、わかんないですけど、もしかしたらね中身、まあ、プロプレイヤーの可能性もないことはないんじゃないでしょうか。というわけでさあ勝ちたいと思います。小回りがねあんま効かないのでちょっと難しいんですけども、よいしょ、あこれやばい、まあどうせすることないんでね、今のウッド打ってダメージを、なくしていきます。まあ、ディガーさんがこうタルババ僕が知ってるデッキではないかな。いやこれむずいな、これもトレンド引っ張っちゃって処理しちゃいます。よいしょ、いいんじゃない、今のめっちゃうまくないですか。まあまあ、マスケットをただ処理したかったんですけど、ついででね、美味しくいただきました。あ、出た。神技系だ。ちゃうかな？ワンチェンザップ？おい、だよね。ん？いや、でもディガーだったな。いや、嘘ついた俺。オッケーオッケー。ディガーさんがこう、ウォールブレイカー、あ、メガナイトですね。メガナイト、ウォールブレイカーの三角みたいなのがちょくちょくいるんですよ。なんで、もうここは早めに出してあげて、まあ多分ちょっと待って踏んできますね。あと思ったんですけど、ダメージを抑えたかったでしょうね、多分。ここね、メガネと間に合うかな。間に合わねえな。よいしょ。うわー、これいて、ここはトレーナーで金ギドします。ここは大丈夫ですね。からの、ウッドサック悩むんですけど、咲かない方が良かった。と思ったんすけど、ザップ打たれたんで、打ってよかったって感じですね。で、起きますね。ここはディガープラス、ウォールブレイカーが。なんで、踏んじゃおうかな。逆サイか。これで定位置だから、これ美味しくいただきますね。そう、メガナイトって知らないですから、相手はね。こう美味しくいただいて、まあ、これ、サンガゴ来るかな。サンガゴ、まあ、逆サイ行っちゃいますね。これ大事ですね。逆サイしっかり振ってダメージ稼ぐのがね、大事になってくると思います。こうファルチェで溶かしたら多分、もう相手、あ、捨ててくるか、これ。やーめ、やっちまったと思ったんですけど、相手が防衛してくれたことによって、ちょっとね、ありがたい。これ逆にウォールブレイカー来たら踏めるんでね。これ低めにこう出しといてあげたら、相手はマスケット、これもね、ついでに。あ、待って、そんなことある？ちょ、やばい。しゃしゃってるかも。今のね、ウッド外すはちょっとやばいっすね。これ一回後ろから様子見て落ち着いていきたいですね。まあ、588なんで、焦る必要はないよ、というところで、ここね、僕が左を攻めるつもりはないんですけど、まあ、守りのね、一手として逆サイに移っていきます。よいしょ、危ねえ、ファルチが優秀か？ ISP が？うん、よいしょ、って感じ。これさすがに勝ったでしょ。よいしょ、あ、これファルチでメガナイトで踏まれるかもしれないんですけど、まあ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 。ここもね、ロケットプラスウッド圏内ですね。よいしょ。ワンチャントレネかけてもよかったけど。よいしょ。まあ、ロイジャイで終わりますね。よいしょ！よいしょしか言ってない。やばい。まあ、でも、まあ、勝てばいいですからね。多分、ロケットウッド回転早いので。よいしょ。あ、ウッドで終わりましたね。てか、ロケットで終わりましたね。はい、といった感じで、まあ、メガナイト最近やっぱ増えてるのかな。メガナイトプラスオールブレイカー、そこのデッキもちょくちょくいるんですけども、まあ、メガナイトの弱点がロイジャイですのでね、結構このメガナイトロイジャイが上位互換に入ってくるのかなと思います。はい、というわけでラストこれ勝って12勝というところでやっていきたいなと思いますね。はい、しっかり勝ちたいと思います。まあ、この動画が上がってる時に僕も東京の方に帰りますね。なんで
またつけ麺食べたツイートをすると思うんですけど、そう、つけ麺をね、何回言ったことかな、何回も言ったことあると思うんですけど、マジで大好きなんですよね。あはー、やばい。これは同系統か、遅延クロスかな。ここね、すげえ悩むけど、一回ダメ許容、アウトしてよかったかな。まあ、後取ってるんで、ここで一気に持っていきたい感ですね。そう、つけ麺がね、マジで美味しいな。東京に多分遊びに行くことが何度か、まあ、1年に1回あるかどうかだと思うんですけど、皆さん、田舎の方にいたら、もうぜひね、食べてほしい。石井っていうね、つけ麺屋があるんですけど、東京の五反田。うわー、最悪だ。全然ダメしとんね。これやべえな。ロケット削り対決しても、相手もロケットあるもんな。どう突破していくかが課題になります。マジでね、うまいんで。マジでこれ、このつけ麺っていうものを食ったことなかったんですけど、岡山いたんで、基本的にラーメンラーメンラーメンっていう、まあ岡山にもラーメン屋いろいろあって、まあバリっていうラーメン屋、僕はねすごい好きで、レモンラーメンみたいな感じですね。まあ僕はレモンが好きなんで、はい、それはよく食べてたんですけど、よいしょ、んー、よいしょ、いいよ。これファルチを生き残らすとね、世界変わるんですよね。相手もよ、プランが崩れると思うんでね。オッケー。よいしょ。レモンラーメンずっと食べてたんですけど、普通のラーメンも食ってたんですけど、つけ麺食ってからマジで、もうね、ラーメン屋行っても、つけ麺、ラーメン屋行ってもつけ麺っていう感じになりましたね。テスラないからせめて、防衛クロスっちゃいいかな。うん。これロケット撃っちゃおう。ワンチャンこれロケ削りされるかもしれない。あー、まあ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 落ち着いて、でここ右側ダメージ受けていいので気持ち許容する感じで、ワンチャンロケット撃たれるかな。うん、オッケーオッケー。ロケット撃ってくれたら、一回組み立てて、次ここセミクロスされてもロイジェイで受けれますので、さあここ突破したいですね。これトレネプラスロケットとかしておしゃんにやっちゃおうかな。いや、おしゃんなことやめたいな。おしゃんなことすると負ける説ある。いや、やっちゃうよ。で、ここは、ウッドも打って、いいんじゃない？トルネーが？に、一発！気合！お前、気合が足りねえ。まあまあまあ、これを繰り返していくと、あー、で、ここの攻め、クロスからの、これ一回あれですね、ロケですね。オッケーオッケー。おいしいおいしいおいしい。おいしい！ダーン、オッケーからの、これテスラが今ないので、相手はあれだ、あれで受けるしかないよ。クロス、クロスとバルキリートレネだ。ですので、ここウッティングマシーンやって、あーでもこれのトレネが強えんだよ、マジで。ファルチいるかな。まあ、一応突破ダメージ稼ぎたいですね。オッケー、いいよ。さてはこのデッキちょっと上手い説ある、僕。いや、ここ踏んであげてファルチが残ってよりいいみたいな。え、来てるくね、これ。あはーあはー、痛い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 。あ、これだって入るよ。ジャンピング、はい、お疲れ様でしたって感じで、まあ、クロスには相性いいのかもしれないですね。まあ、ロケットで緊急防衛ができますので、セミクロスをロイジャイで受けてると、まあ壊せて、ロイジャイで受けて壊せるんですけど、さっきみたいな、一回お前ロイジャイで受けてくるんだろうっていうので、アイスイーズからのクロスからのテスラっていうのでね、本気で突破しようとしてくるときがやっぱあるんですよね。これ相手が多分テスラクロス、アーチャー型とかでも一緒だと思います。ですので、クロスをロイジャイで受けてると、絶対いつかね、プラステスラが出てきますので、そこをさっきみたいなロケットでぶちかませると、一気にね、アドもらって、リズムをね、掴むことができるんじゃないでしょうか。というわけで、本日ね、こちらのデッキ紹介しました。よければね、ファルチがね、解放されてしまいますので、今シーズン中ですね、あと、10日ぐらいしか多分このデッキあんま強くないと思うんですけど、よければね、使ってみてくださいってわけで、こんな感じで終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。コメントもね、ぜひお願いします。といったわけで、ちょっとトラゲこっちのアカウントサボってるんですけど、頑張りたいと思います。ではお疲れ様でした。バイバーイ。